スラムダンク面白いすぎなんですけど、ですけど、どうもプロスピナンバーワン芸人の大野たかるです。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。ということでですね、今回はですね、久しぶりに使うね、あの選手、ガチオーダーから外してたんで久しぶりに使います、この選手です。言いたいところだけど、まずは感謝祭からの KF 開封だ。さあ、本当に感謝されてるのこれって、大野ちゃん本当に感謝されてるんですか、プロスピ側に、コナミ側に、ね、ちょ、ここからの、いや白だろそこは、ガチでそこは白だろ、白だったら扱って、これ感謝されてるな。マジでこれ足青じゃない、これで打ってくれればおもろいけど打たない、飛んでからの笑顔が見たい、君の胸、多少は感謝されてたね、多少は感謝されてた。じゃあこっちはどう、小野ちゃん持ってるとこ見せてよと。先日の生放送でゴールド契約書4枚引いたら、3枚 S ランクだったっていうのはもう本当すげえ壁引きしたんで、今回大野ちゃん頼むよと、見せてよ動画でもってことで、何したんねん。まさてかおーはい、それかってばせー、まさてか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 、力を求める限り幾多の困難乗り越え、前人未到の境地にたどり着く男の名はまさてか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 、はい、吉田正尚選手でございます。ありたます、ありたます、ピヨン戦でございます、極みにしてきましたでございますね。えということで、今から昇降チャレンジやるんですけど、こうミパドーチにしたいんですよ。そこにミパドーチにしたいんで、まあミスフルですよね、84、84のドーチ、そしたらリーゴーダー入りに、入りできると。でまあこれは僕の個人的なね、話なんですけど、まあアーチで広角がついてないんですよね、正尚さんで。そうで、まあレフトの守備はまあ問題ないよって感じで、広角がついてないですよ。なので僕やっぱちょっと広角がついてない選手はあんまり起用してこなかったので、だから吉田正尚選手もガチオーダー入りはしてなかったと、いうことなんですけど、まあ今日ねちょっと使用感見て、ガチオーダー入れていくかどうかちょっとね判断していきたいと思います。ということでね、早速昇降チャレンジいきましょう。はい、2枚いますね、正尚さん2枚いるんで、まあミスフル、ミスフルはもう星2なんで、まあこれが一番いいんかな、うん、多分ね。なのでこれでちょっと狙っていきたいと思います。ミスフル2、星2よ、ピカーンってなんでよ、シャピーンってなんでよ、シャピーンってなったやないか、スナイパー、いやスナイパーしちゃったよ。まあでも、まあでもいいでしょ、いいでしょ、まあ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 、しゃあなしゃあなし、もう一回もう一回もう一回、次もう頼むから、頼むから星2、星2の音ちょうだい、星2の音ちょうだい、シャピーンってなんないで、オッケー、何しとんねん。はい、じゃあスナイパー吉田正尚で、1番レフト使っていきたいと思います。まあホームランはねもう打ちたいね、よろしくお願いします。それではいきましょう。はい、高校使ってみたで、高校あかんぜよ。まあね、とりあえず、まあ、ピッチング、見せていきたいなとは思っております。うまいやんか、でうまいやんか、あそこ流せるやんか、もうこわ、もうこういう相手の人の時はもう使ってみたらやりたくないよね、はい、セカンドアウト、ナイス、アウトやろ、アウトや、絶対アウトや、今の絶対アウトやって、おかしいやろ。で相手の吉田マーサテューカーはどんな感じ、まあ、相手の吉田マサテューカーは抑えるよ、俺は相手の吉田マサテューカーは抑えたい。さあここのスプリット、あ手出さねえ、こんな手出さねえよクソ玉、ここにね、ツーシームで、うわーうまい、うまかった、使ってみたの選手逆にホームラン、まあそれぐらいいい線取れるでしょう。
まあ、それぐらいいい選手ってことよ。そうそう、それをね言いたかったの俺は。マサデュカさんはそれぐらいいい選手ですよ。最近マークむっちゃ打たれるんだけど気のせい俺ね。え、村上くんの守備もきちいの気のせい。OK です。予想以上に曲がってきたって感じですね。いやー、でここ、あー、ピッチャー田中将大、バッテュー坂本ハヤト、ソーサーオップ操作オップ、何のつながりもありません。何のつながりもないです。偽物です。はい、阪神純正作ってみます。さあよろしくお願いします。さあ、力を求める限り幾多のこんな、いや、こ、ちょっと待てよ。あ、ちょっと待てその前にアップルページの反応しない、待て、はい、マスターとかえ、全然アップルペンシル反応してないよ。大丈夫これ。え、ちょっと待って待って、なんでおー、ちょっと待って、アップルペンシルが反応してない。どういうこと？ちょっと待って、それカットアバセ、マスターとか、おかしい。大丈夫？アップルペンシル、オッケー、ナイス。危ない。オッケー。この幾多のこの乗り越えについても、ちょっと喋りたかったんだけど、俺。まあ。みんな乗り越えてるけど、正隆も乗り越えてるんやなっていう、そういう話をしたかったんだけど、できなかった。正隆も乗り越えてるよねっていう。な、今まで散々文句言ってきたけどさ、正隆も乗り越えてるよなっていう話をね、したかったのよ、俺は。そう。正隆。さあ、次何来る？はい、正隆。正隆が、抜けフォークを捉えている。まあ、よしとしましょうか。ホームランが見たかったけどね。さあ、2番松井画像、これは広角がついてないから外角攻められてる感じですか。僕はねえ、はい、千葉ロッテ、いや、ボールか。まあ、しゃあなし。さあ、イチローが3番に座ってます。イチローが3番に座ってます。ここホームラン打ったらかっけえな、イチロー。え、ボールな。さあ、そして世界のホームラン王になり得る男、大谷。大谷は世界のホームラン王になり得るぞ。いけ大谷。ないバッチ大谷、これはないバッチ大谷と言おう。さあ、そしてノリさん、2軍の打撃コーチに落ちたノリさん、何しとんねん。こう入ってる。白井さん入ってる。はい、ノリさんはやっぱりノリさんです。改めてお聞きしますが、さあこの試合勝って2試合目いきましょうか。これ落ちるんだね。きちいね。ここで落ちや、ここで落ちや。え、広角出てるよな。広角出てるときはね、外角のフォークやめた方がいいですよ。僕はね、推奨しない。マジでガチンでいかれるから。さあ、ここで落ち合いさ、広光見せよ。ここで広光、立ててる。さあ、広角出てないんで、まあ、ここ定位置の、まあ、ちょっともうパパッと抑えて2試合目いきますか。パパッと抑えようや、大野ちゃんと。ここはもうパパッと抑えて2試合目いこうかという感じですね。ありがとうございました。次の試合行きましょう。
試合目ですね、高校。なぜに高校、もう高校へって1番宗隆さん、まあ、ピッチングはカットします。円髄切りさん、よろしくお願いします。さあ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 、力をこれ聞こう、応援歌聞こう、じっくり聞こうぜ。やられた、もう完全にやられた。完全にアマストからのアマツーは強いね。これ学んだね。これアマストからのアマツーってめちゃめちゃ強いね。いやー、やられた、完全にやられた。あ、2球続けてアマスト来るんやと思ったらアマツーだった。まあ配球うまし、この千賀さん強し、この千賀さん打てなし。さあ一郎、高弾道一郎、ナイス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 、これはナイスだわ。4番大谷、苗鉢、まあアマツー2連続はちょっときついかな。先行、ナイス。たまちゃん、よろしくお願いします。まあね、先行とはいえちょっと岩隈さんどんな球種だったっけ。2周、あー、ツーシムか。OK、ガチでホームランしたい、最高のオチにしたい。結構曲がってくるね、ツーシーム。はい、まさたかガチオーダーで使わせていただきます。ありがとうございました。